ルインチャイルドだ。だけどそれにしては俺たちに近いとしたぜ。ルインチャイルドは10歳前後が最高年齢だって聞いたけどな。この装置についての僕なりの見解だけど、体の体積がポイントなんだと思う。この子は年の割に痩せていて小柄な体型だ。だから冬眠が可能だったんだろう。それでどうやって目覚めさせるんですか？ああ、ちょっと待ってくれ。今までの経験からすると、ここを…おお、ここにも投影装置が。それはいいから、彼女の様子はどうなんだ？ああ、大丈夫。覚醒処理は進行中だ。これを見る限り、1、2時間ほどで終わる。それじゃ、それまでのんびり待つと…なんだ？あれは天使がこの塔を攻撃。博士、この子を早く出さないと。しかしまだ覚醒処理は。死ぬよりマシだ。早くしないと。リターンの魔法を使うよ。みんな動かないで。ここまで一緒に頑張ってきたのに、こんなことになるなんて。ひどいよ。どうして天使は僕らを、人間を攻撃するの？あれが天使か。確かにひどい。おい、この子、目を覚ませ。あなたは、やっと嬉しい。